宇和島産のブラッドオレンジを使ったリキュール、ブラッドオレンジェリス。今月1日に発売されました。宇和島市吉田町、なっているのはイタリア原産の高級柑橘ブラッドオレンジです。宇和島では温州みかんだけに頼らない新時代の柑橘栽培を目指して、2007年にブラッドオレンジを導入しました。現在の生産量は年間およそ250トン。日本一の産地になりました。特徴はこの真っ赤な果肉です。味うまいね。バッチグイ。今や宇和島の特産となったブラッドオレンジを全国に売り出したい。1年前、ある地元企業がこの真っ赤な柑橘を使った商品作りに着手しました。江戸時代に酒造りを始め、現在は宇和島で酒類卸を営む名門酒井です。生産者の方々が大変な被害に遭われたと。でその中で我々が、その商品を加工して生産者に勇気と元気を与えたらなというふうに思っております。一昨年の西日本豪雨、吉田町の多くのみかん山と同様にブラッドオレンジの畑にも大きな被害が出ました。復旧作業は今も続いています。ブラッドオレンジで復興を後押ししたいと考えた名門酒井の松井社長、着目したのは果実酒のリキュールです。ブラッドオレンジリキュールの開発、松山市の栄光酒造が協力してくれることになりました。栄光酒造の蔵元の梅酒は全国にファンを持つリキュール。リキュール作りの実力は折り紙付きです。開発の過程は企業秘密とのことで、カメラによる撮影はできませんでしたが、松井社長自らがこの開発シーンを再現してくれました。プレミアムの、ブラッドオレンジの、リキュールをお願いしたくてですね、宇和島産のブラッドオレンジを発信していきたい。栄光酒造の清水社長です。しかしこんな色がつくんだよね。美味しいです。結構リキュールなんで、甘けらいってもんね。そうですね、やっぱ酸味も適度に、香りもやっぱりリキュールの場合は香りも大事なんで。美味しいリキュールのポイントは香り。そこで思いついたのが、南洋のいろんな柑橘でこう少し香りとかもですね、こう微調整できればですね、よりいいものになるんじゃないかなというふうに。河内晩柑、瀬戸柑、レモンをブレンドすることになりました。どうせ作るなら最高のリキュールに仕上げたい。匠たちはコストは二の次にして美味しさを追求すると決めました。その後も試行錯誤の日々が続きました。最高のリキュールを目指すため、ボトルやラッピングデザインにも力を入れました。白羽の矢を立てたのが宇和島の酒屋麹屋。すごい、斬新でしょ。斬新。麹屋では3代目の夫婦が日本酒やワインを独自のデザインでラッピングしたり、みま米として名高い地元の米を斬新なパッケージに入れて販売したりと、商品にラッピングやパッケージデザインで付加価値をつける販売戦略が注目を集めています。ブラッドオレンジリキュールのラッピングを依頼された麹屋の白鳥さんたち、
やってきたのは布製品への印刷を得意とする今治市の印刷会社です。特殊なインクとかそういう感じ。名残はこうずっと日中照らされてる感じ。そんな問題ない。まあ洗濯してもそんなに落ちないですよね。あ、大丈夫です、はい。ボトルとあとそのショッパーというか袋とパッケージいろいろ全般を作ろうと思っていまして、ボトルを包む素材や印刷方法を打ち合わせます。品が出ますよね、光沢は。そうですよね。そっか、査定か。ブラッドオレンジのリキュールなので、まあ、女性をターゲットにしているので可愛らしいんですけど落ち着いた色にちょっとしたいなと思って。生地に求めたのは全部で200種類以上ぐらいからいろいろ候補があり、風呂敷兼いろんなものに使いたいの で風呂敷出すと軽くてしっかり包めてっていう点もあるんですけど、スカーフだったら肌触りとか着け心地とか柔らかさも重点を置きたいので。生地には婦人服などに使われ光沢と肌触りが特徴のファイユを採用しました。デザインはブラッドオレンジと緑をたくさん詰め込みました。そしてボトルの方は、まあ、無着色無添加なので色がこう落ちないように黒いボトルでシャープにすっきり女性も手に取りやすいようなデザインにしました。この日名門栄の松井社長が完成したリキュールブラッドオレンジリスを持って白鳥さんを訪ねてきました。果汁 60%、柑橘の風味を可能な限り高め、松井社長が目指した最高のリキュールに仕上がったといいます。うん、フルーティー。被災に遭われた生産者の方々に協力したいという思いで、少しでも果汁の含有率を高めて、そして、皆様にお見いただければという思いで、贅沢に作りました。最高の素材を使って最高の匠たちが生み出し、最高のドレスをまとった最高のリキュール、ブラッドオレンジェリス。1本1万円。ブラッドオレンジェリスは、名門栄と麹屋で販売するほか、両社のホームページでも買うことができます。新型コロナの影響で、外出自粛要請が続く中、ちょっと贅沢な家飲みも楽しめそうです。